イラストマップとソーシャルメディアこれはおちょぼ稲荷というところが岐阜県のにあるわけですけどお稲荷さんの沿道というかここに店がずらっと並んでますとてもユニークな店がたくさんありますのでこれも今テレビで紹介された動画がありましたのでそれも私のメッセージの 後ろにつけておりますが例えばそのようなイラストマップと許可された動画を貼り付けることによってお店の紹介魅力その地域へへの PR も含めてできると考えておりますこの YouTube は誰でも見えるわけですけどやはり紙メディアがあってのソーシャルメディアこの組み合わせがこれからは 重要ではないかと考えております。